しました。ただいまより閉会式を行います。それではまず長住まつり振興会梶邦夫会長お願いいたします。皆さん40回目の長住まつりいかがだったでしょうか。今日は前に揃っていただいてます福岡市全部の16体のゆるキャラの皆さんもご協力をいただきました。福岡市始まって以来だそうであります。これも実行委員長湯守市議の実行委員長のおかげだと、また市長のおかげだと感謝を申し上げます。そして、またこれも初めて花自動車が2台も参加をしていただきました。大通商店街の皆様に心から感謝を申し上げます。こういう大会になりますと来年もまたしてほしいななんて思いますけども、また来年は来年でしっかりお願いをしたいと思います。本当に湯守実行委員長はじめ、各スタッフの皆さんのおかげで無事に今日この今迎えることができました。あとわずか本当に事故のないようにですね、怪我のないように、最後までしっかりスタッフの皆さん大変ですけどもよろしくお願いいたします。そして今回のこの素晴らしい40回は50回目に向かっての新たなスタートだと思ってます。今後とも長住の発展、地域の発展のためにしっかり地元の皆さんに協力をいただきながら素晴らしい長住まつりを続けてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。梶会長ありがとうございました。長住まつり実行委員会飯森俊康実行委員長お願いいたします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。そしてゆるキャラの皆さん、できたら回れ右をしていただけたらと思います。ああごめんね、福ちゃんと神兵衛君がちょっとね当たるね。ご来場の皆様、16人と言っていいのかキャラクターと言っていいのか分かりませんが、福岡市のキャラクターのみんなが集まってくれました。どのキャラクターが可愛かったでしょうか。みんなありがとうございます。はい、南区の為蔵君がやはり南区ということでどうしても目立ちたいということで一歩前に出ておりますが、ありがとうございます。本当に地域の皆様、そしてスタッフの皆さんに支えられての40回という長住まつりができたことを本当に心から感謝申し上げます。そしてご来場いただいて楽しんでいただいている皆様、ぜひ楽しみにこの長住まつりをしていただくように我々も一生懸命頑張っております。そしてこの祭り長住だけではありません。警察の方、消防の方、そして長住周辺の地域の皆さん、 PTA の方、本当に長住以外の大変多くの皆様にもご協力お支えをいただいてこの祭りができております。今回第40回目大きな事故もなく終わろうといたしております。ぜひ最後までご協力をください。そしてまた来年41回目ぜひ楽しみにご来場いただけることを心より願っております。本当に最後までありがとうございました。飯森実行委員長ありがとうございました。そしていつもたくさんのお世話をしてくださっている実行委員役員の皆様、飯森実行委員長梶会長に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それではこれをもちましてっていう宣言をじゃあちょっと副会長からしてください。これをもちまして長住まつり第40回を終了いたしますと終了宣言をします。
これをもちまして第40回の長住祭りの終了を宣言させていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあどうぞ。はい、ゆるキャラの皆さん気をつけてゆるキャラの基地までお戻りをいただきたいと思います。それからゆるキャラのアテンドのスタッフの方、ぜひ最後の最後みんなが怪我しないようにしっかりと手を引っ張ってあげていただきたいと思います。よろしくお願いします。